こんにちは。それではですね、ぎっくり腰について少し話したいと思います。ぎっくり腰ね、よく聞きます。本当に痛くてね、もう寝返りも打てない、起き上がれない、というふうにね、聞くんでね、本当なんとかしたいなってよく話してるんですが、実際私の教室で生徒さんに聞いた話だと、どんな状況かっていうと、例えば洗濯物ね、カゴからこう取ろうとして前かがみになったら急にとかね、あとそのお風呂掃除しててこうねやってて急にとかね、あとは庭ですね、庭で植木のね、ちょっとこう荷物植木鉢とか持とうとしてなったとかね、もう本当にそんなこう普段の生活でね、よくあるようなところでなってるわけですね。でやっぱりこの急にね、前かがみで急に腰に負担がかかるからやっぱりなってしまうっていうのがありますので、普段から少しずつね、腰にいろんなね、腰回したりとかね、いろんな刺激を与えてね、急な負担がかかった時もある程度ね、大丈夫なようなね、体づくりをしていくのがすごく大事なことだと思います。ぜひね、人ごとと思わずにね、実際になった時のショックもそうですし、体の痛みも本当に大きいのでね、普段からのね、ちょこっとね、腰を動かす習慣ね、取り入れてみてください。それではぎっくり腰についてのお話を終わります。